皆さんこんばんは、エジオファーの赤目でございます。3回目のスコアアタックでございます。今まで2回やってきて、全部で3回アタックしたのかな。初めてやった時がアリエルで、積むレベルが50で、スキルレベルが4で295万点で、2回目にチャレンジしたのがミス・バニーとオラフで、ミス・バニーがレベル2で、スキルレベルが2で132万で、オラフがレベル21で、スキルレベルが3で235万でございます。で、コメントをいただいて、まず特典を出すポイントっていうのがスタイラスペンを使った方がいいですよというのと、あとは、穴行きシリーズがいいですよ。皆さんもこの穴行きシリーズをすごい一押しなんですよ。で、今このサプライズエルサを、メインにちょっと今育てている最中でございます。で、今レベルが8までいって、スキルレベルが2で、今日のところはもう罰ゲームありきでございます。罰ゲームありきで、このレベル8のサプライズエルサが何点取れるのかっていうのをちょっと試しでいきたいと思います。じゃあ早速このサプライズエルサでチャレンジしたいと思います。あ、でね、スタイラスペンはこんなの持ってたんですよ、ちっちゃいの。まあ、ちょっとこれを今日使って、やってみたいと思います。はい、一発勝負。ここはもうルールは一発勝負。まあ、前2回やったけどね、一発勝負でございます。はい、全掛けでいきます。いきます。目指せ500万点マジですよ。いいんじゃない？いいんじゃない？ちょっと。いいんじゃない？いいんじゃない？やばいやばいやばい。やばいやばい。もう一回行きたい。ああ！マジかー。さこい、さこい。お、来た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 。行くぞ、行くぞ、行くぞ。せーの、ドン。お、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 じゃないけど、お、よし、よし。250ってことはレベル8で250。待って、待って、待って。レベル21のオラフを超えたんだ。レベル8のエルサが。よしよしよし。ってことはレベル16ぐらいまでいけば500いくんじゃない？これ500いくんじゃない？いくんじゃない？いくんじゃない？よし、まもなくですよ、まもなく。皆さん、まもなくですよ、まもなくですよ。あと1回か2回ぐらい罰ゲームやれば
罰ゲーム前提なんだけどね、行くんじゃないかな。ちょっとエルサこのまま鍛えて年内行けんじゃね、クリスマスあたり行けんじゃね、ハロウィン中行けんじゃね。ちょっとぜひね、もう少しレベル上げて、バリバリ、得点を稼げるように行きたいと思います。よしよし、もうちゃちゃっとね、ちゃちゃっと、恐怖の森、あいつなんかもうちゃちゃっとやっつけて、次回またハイスコア狙っていきたいと思います。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いします。あれパソコンでご覧の方は右の YouTube ボタンからクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の説明欄からよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。